はい、皆様いつもご視聴ありがとうございます。スウェントヨタ店の高橋です。今回番組で紹介したの焚き火をねしてたと思うんですけれども、まあ、その中でも針葉樹の方がね、あの月がいいけどちょっと短いよとか、まあ、紅葉樹の方が長いよとかっていうのが話があったと思うんですけれども、じゃあ実際にどのくらい火付きが良くて、でどのくらい火の持ちがいいのか、逆に言うと火の持ちがそんな良くないのか、これを映像にしてどれくらい違いがあるのか、これをね、まあ、ちょっと地味なんですけれども比較検証ができたらなと思いますので、まあ、一つよろしくお願いいたします。今から同時に薪をちょうどいい感じの置き火になってきたんで、まあ、入れて、まあ、ここからどのくらいのスピードで燃えていくのか見ていきたいと思うので、じゃあちょっと入れてみますね。ちょ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 、こちらあの白っぽい方がもうあの針葉樹で、こっちのちょっと茶色っぽい方があの紅葉樹になります。で、まあ、早速もう針葉樹の方火つき始めましたね。まだねこっちの紅葉樹の方っていうのはあのちょっとくすぶってる状態なんですけれども、そのくらい圧倒的に火のつきが早いのが針葉樹です。でそれあと追うようにして今紅葉樹にだんだん火がつき始めたかなっていう感じですかね。で、まあ、よく料理にするのにあたって焚き火でどんな状態で焚き火料理をするのがいいかって話があるんですけれども、こんだけ火がゴーゴーとしている中では、まあ、あまりやらなくて、これがだいぶ落ち着いてきてこう中火くらいな感じかな、イメージとして言うとあの割と火が落ち着いた置き火って言われる状態になってから料理をしてあげると比較的しやすいです。ただ瞬間的に、ね、火力が欲しい時もあったりとか、まあ、やらないと思いますけど中華料理みたいな火力欲しいような料理する時にはこうゴーゴーと中でやってもいいと思うんですけど、基本的には落ち着いてる時にやってあげるといいのかなと。置き火の状態って、まあ、後で分かると思うんですけど置き火って言われる状態で料理をしてあげるといいと思います。見ての通り全体に火が回ってきてもうだいぶこう炭化してきてますよね。に対してまだ紅葉樹っていうのはしっかり生木の部分も残っててじんわりそこから今燃えてるのかなっていうような感じです。まあ、圧倒的に燃え尽きるのが早そうな、もうこの段階でも見えるのが針葉樹ですかね。僕なんかよくキャンプ行くときに道の駅を結構巡ったりするんです、行く途中に。でそうすると道の駅とかに結構変わった薪が売ってたりして、食材なんかももちろんなんですけども、ああいう道の駅とかあの地元のものが取れるようなお店っていうのにあの行く途中寄れることがあったら寄ってくのも一つ面白かったりします。ちょっと火力弱くなってきちゃったかな、全体の1本だけすみません足させてください。まあでも見ての通り、火力がでもないとちゃんとなんだろう、なかなか燃えてくれないのが、まあ、この企画の中でも見ていただくと分かるんですけど、まあ、広葉樹っていう木の種類にはなってしまうのかなって、密度がまあ多分濃いからだと思うんですけれども、木のちゃんと火力を上げてから広葉樹のできるだけ細いのから入れるといいよって言われるのはこういうところです。ただ一旦火がちゃんと火力が出てきて入れてしまうと、あの長く燃えてくれるのはやっぱこれ見ての通り広葉樹かなと思います。公正な、なんだろう、燃え方のこう比較検証ができているかって言われると多分なかなか公正な感じではないんですけれども、ある程度のこれで参考になってくれたらなとは思います。まあ、でもねこうやって火力ちゃんと上がってくると紅葉樹もねこう火がついてきて今また復活し始めたので、まあ、あのこれ火力の大事さがちょっとわかるかなと思います。まあ、燃えてる間にね、まあ、追加としてお話として、初めて焚き火台買いたいです、一体何買ったらいいですか。そう、あの結構これねよく聞かれる質問で、いろんなメーカーからいろんな形のいろんな種類の焚き火台が出てきちゃって、挙句の果てには薪ストーブとか二次燃焼とかなんだかわけのわからないようなワードがねすごいこうね、あの出てきちゃってるんですけれども、ポイントとして重きに置いてほしいのは大きさです。車で行きます、焚き火台の大きさにこだわらないよっていう人、まあ、まずそこですね。あの持っていくときにかさ増してもいいよっていう方はまずは焚き火台の大きさ、ここに注目してほしいです。市販の薪、だいたいうちの薪、スウェンで売ってる薪もキャンプ場とかでも売っている薪とかもそうなんですけれども、だいたいこの大きさなんですよね。40センチくらいかな、30センチから40センチくらいです。でこれが、まあ、まあ焚き火台の中にポンと入れられる大きさ、まあ、これが俗に言う焚き火
初心者で何買ったらいいかわからないけど、まあ、焚き火しやすいものがいいですね、言われる方におすすめな焚き火台になります。いやーちょっと火力不足だったかなまあこれはこれでいい比較検証になってるかもしれないですね。まあ火力足りないと結局広葉樹ってなかなか火がつかないよ。まあに控えてほどほどの火力があれば、まあそれなりに常に燃えててくれるのがまあ針葉樹だけど、見ての通り燃え尽きるのもまあだいぶ早いかなという。まだ広葉樹全然ですからね。ちょっと若干くすぶってきちゃいましたけど、ごめんなさい、ちょっとだけ火力上げさせてもらいます。入れていかないとこれ燃えきれないですね。でもうほぼほぼもう燃え尽きたと言ってもいいくらいな感じになってます。まあ、それに対して広葉樹っていうのは まだまだ燃える部分っていうのがいっぱい残ってるんで、まあ、ちゃんと火力さえ出せば、まあ、30分から1時間くらい、こう針葉樹の方は1本これちゃんとまともに燃えてれば10分くらいで燃え尽きちゃうのかなっていうような感じですかね。まあそうこうしてるうちに、まあ、なかなか広葉樹火がついてくれなくてちょっとくすぶっちゃってて、まあ、反面針葉樹は守備よく燃えてもうほぼ炭ですね。もうちょっとこううまく両方とも燃えてくれるものをねちょっとやりたかったんですけれども、まあ結果としていくと、まあやっぱ火力がないとしっかり火が、まあこの検証で分かるのは火力がないとなかなかこうなんだろう、しっかり燃えてくれないのが、まあある意味で広葉樹でも火力さえしっかりあれば長く燃えてくれる。まああくまでも目安としてね今回はこんな感じで、まあ僕的にはこうね薪と一緒で不完全燃焼なんですけれども、またこういったちょっと実験的なものね番組でやっていけたらなと思います。まあ、引き続き YouTube チャンネルの方よろしくお願いいたします。